調理中のバイエルン式クネーデル。生地の取材料はジャガイモである。硬くなったパンから作られる、クネーデルの一種、ゼンメルクネーデルクネーデルは、ドイツ料理やオーストリア料理の一種で、ダンプリングの一種。ドイツ語では、クロースやクレイスとも呼ばれる。クネーデルの読みは、ドイツ南部、オーストリア方言及び、イディッシュ語から来る。クネーデルはドイツ語で団子を意味する言葉である。 茹でたジャガイモや固くなったパンを潰し、これを生地にして丸めたものを刺すことが多く、主に肉料理の付け合わせに使われる。中に揚げたクルトンを包むことがある。生地の中に果物のピューレを包んだクネーデルもあり、バニラソースや砂糖をかけてスイーツとして供される。肉や魚の身をすりつぶして団子状にし、茹でたり煮込んだりした料理もクネーデルと呼ばれ。 その一例が、レバークネーデルズッペである。チェコでは、ドイツのクネーデルに、類似のクネドリークという食べ物が有名である。スライスして、肉類の付け合わせとして供されることがある。フランスローヌ、アルプ地方では、魚肉風味のクネルという食べ物が有名である。イタリア北部の国境地帯では、カネデルリという名前になっており、パンを使ったニョッキという位置づけになっている。 ポーランドではピズイあるいはクルスキが一般に広く食べられている。ジャガイモをすりつぶしたものをベースに片栗粉を加え、時にはニョッキのようにフレッシュチーズなどを加えて練り、小さくまとめて茹でたり蒸したりして作る。もっちりとした食感がある。これを肉料理や魚料理の付け合わせにしたり、スイトンのようにスープの具にしたりする。また大きめに作り、中にひき肉と、 香味野菜を熱湯を入れて茹で、フライドベーコン、ビーフクリームソース、クレービーソース、キノコのソースなどをかけ、メインディッシュとして食べることもある。さらに、大きめに作り、中に、プラムやリンゴなどの果物を入れて、茹でたり蒸したりし、溶かしバター、砂糖、シナモンをかけて食べることもある。クルスキは特に、中に、具の入っていないものを指す。クネドリーク、ピズイ。 ありがとうございます。